く、はぐみ、ココロ、あたしたちは一体ここに何をしに来たんでしょうか。何ってなんだっけ。なんだっけじゃないでしょ。ほら二人とも、もっとよく思い出して。でしょうね。目的も思い出したし、早速俳句を作りましょう。うん、さっきまでの俳句作りを思い出して、あれれ、なんかさっきよりも難しいかも。そうね、うまく言葉が出てこないわ。私も。カノンさん、何かコツとかありますか。コツか。それじゃあ、景色を見ながらお互いに感想を言い合うのはどうかな。そこから話を膨らませて、ふさわしい言葉を引き出す作戦だね。いい作戦ね。それじゃあ、早速やってみるわ。はぐみ、風が気持ちいいわね。キラしてて綺麗だし、はぐみ結構船好きかも。前にココロンが誘ってくれたあの大きい船も楽しかったし、私もすっごく楽しかったわ。怪盗ハロハッピー、この屋形船にも来てくれないかしら。それは難しいんじゃないかな。だが油断しているといつか現れるかもしれないよ。それよりも今は、みんな見てごらん、あの大きなビルの少し右を。もしかしてあれ、サークル？え、嘘！すごいわ、カオル、よく見つけたわね。はあ、あれがサークル。見慣れた建物を遠くから見るって、ちょっと不思議な感覚ですね。ああ、見慣れた風景もほんの少しの距離や角度の違いで印象が大きく変わるものさ。私は今日それを改めて実感することができたよ。ああ、なんて儚いんだ。本当だね。暑き日に風と語らう友の声、一句読むならこんな感じかな。おお、かのちゃん先輩かっこいい。はぐみ、私たちも素敵な俳句を作りましょう。うん、それじゃ私も頑張りますか。みんな頑張って。もし困ったことがあったら何でも言ってね。ありがとうございます。それにしてもかのんさんが俳句に詳しくて助かりました。成り立ちとかだけじゃなくて、作り方のコツまで教えられるのってかなり詳しくないと無理ですよね。実は部活だけじゃなくて、日常的に俳句を読んでたりとか。そこまでは。でもちょっとだけ本は読んだかな。茶道と俳句ってね、実は結構似てるところがあるんだよ。両方ともなんか和っぽいですよね。うん、そうだね。私ね、茶道と俳句ってその時々の雰囲気や空気感みたいなものを大事にしようって気持ちが似てるなって思うんだ。あー、確かに。なんか季節ならではとか、そういうところに気を使ってるイメージありますね。季節とかお茶会ごとに飾るものとか変えたりしてるんでしたっけ。もちろん季節ごとに使う道具を変えたりもするんだよ。お茶の美味しさだけじゃなくて、その場の雰囲気、ゆったり流れる時間、全てを楽しんでもらうためにね。それが素敵なおもてなしにつながるはずだから。実は俳句を取り入れようって言い出したのは
イブちゃんなんだ。お茶も俳句も心は同じですって詰め寄られてるカノンさんが目に浮かびますね。でもその説明を聞いたら納得しました。茶道に俳句ってすごくいい案だと思います。そうだよね。ありがとう、みさきちゃん。今度イブちゃんにも伝えておくね。で、いいですよ、わざわざ伝えなくて。なんか恥ずかしいですし照れなくてもいいのに。できた。私もよ、はぐみ。みんなはもうできたかしら。あ、やっぱつい話に夢中になってた。ちょっと待って、カノンさん、私たちも俳句作っちゃいましょう。うん、素敵な俳句ができるといいね。はい、お互い頑張りましょう。